都合のいい話だが、よければまたうちで働いてくれないだろうか。はい、喜んで。知り合いを増やしたらいい手がかりも見つかるかもしれないし。ありがとう、優子くん。時にサイドからすごい反対の気配を感じるのだが。気にしないでください。私とモモは共闘してるけど宿敵なんです。多分最近私がいろんな手がかりを見つけてくるから主導権を握られそうで嫌なんです。違う。なんでいつもいつもいつもねじれた解釈をするのかな。バイト NG、 就労ダメ絶対。あれ、ごめん、姉のことは見つけたいけど、もうシャミ子には変なことに巻き込まれてほしくないかも。なんで？なんか今日のもう変。とりあえずだ、検討だけでもしてくれればお近づきの印にお土産を。わざわざすみません。お、玉桜ちゃんだ。知っているのかね。ももが大好きなんですね。えもも。好きではないです。生活に差し障る程度に気になるだけで。なるほど、だいぶお好きなようだな。実は玉桜ちゃんは僕がデザインしたのだよ。マスターが玉桜ちゃんの生みの親？こんなところにファンがいるなんて、いやー嬉しいな。ももくん、僕は君とも仲良くやっていきたい。あと優子くんにシフトをいっぱい入れたい。今度会った時は限定グッズをたくさんあげよう。結構です。 T シャツ、うちは結構です。テレホンカード、うん、今だ来てるかって。結構です。サイン付きテレホンカード、直筆サイン&チェキ券付きテレホンカード。ありがとうございます。ももが折れた。